伊藤屋は東京都中央区銀座に本店を構える文房具、画材用品の専門店である。銀座本店の看板の上にあるレッドクリップは伊藤屋のシンボルとして有名である。伊藤屋の他に小型店舗の糸屋トップドローは、高級筆記具を取り扱うカランダッシュの屋号でも店舗を展開している。かつてはペーパークラフトの専門店パペリアムも展開していた。 近年、ユナイテッドアローズとの共同企画で、東京有楽町にある、阪急メンズ東京な銀座本店は、建物の老朽化により、建て替え工事のため2013年1月31日を、もって仮店舗に移転。その直前の2012年10月3日には、それまで本店本館の中2階に設けられていた万年筆コーナーが万年筆、専門館、 経緯とや1904として独立して営業を開始している。本店ビルの建て替え工事終了に伴い、それまでの仮店舗を閉め、2015年6月16日に元の場所に戻ってリニューアルをオープンした。1953年にメルシー券と呼ばれる還元チケットを発行。100円券、50円券、10円券で、 それぞれ2000円1000円200円購入ごとに1枚発行され次回以降の購入に使用できた。同様の還元チケットは東急ハンズ文具チケットや地域文具店などでも見られた。県の発行や使用時の手間を省くため2009年1月をもって発行を終了。以後はカードタイプのメルシーカードまたはメルシーアプリの発行に移行した。未使用のメルシー券は 伊東屋インフォメーションカウンターにて、メルシーカードのポイントとして、移行可能。銀座、伊東屋のクリエイティブをサポートする新本店ビル、伊東屋ウェブマガジンオバナーズ2016年1月5日、閲覧。高橋展示。K. 伊東屋1904枠枠美術館のような、高級文具店。MSN3K ニュース。 サンケイエクスプレス2012年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年10月22日閲覧店舗公式ツイッター9月7日発信文ありがとうございます